皆さんお疲れ様です。今回は首こり改善ヨガを皆さんと一緒に行っていきます。日頃溜まってしまっている首の疲れを一緒にほぐしていきましょう。それではやっていきます。まずはじめにあぐらの姿勢から、肩にギュッと力を入れて、そのまま3秒待機。そしたら肩から力を抜いていきます。3秒ギュッと上に持ち上げながら力を込め、そのままストンと落としていきます。何度か繰り返していきましょう。肩周りをじんわりと温めていきます。続いて手の指先を肩に置き、そのまま肩を回していきます。後ろから大きく回しながら、肩を回すというより肘で円を描くようなイメージで行っていきましょう。肘が肩の上を通るときは真上を通るように意識して行っていきましょう。呼吸は鼻から吸って鼻から吐いていきます。反対回しも行っていきます。大きく肘で円を描き、肩の上を通るときは真上、そして呼吸は続けていきます。一度手を下ろし、今度は右腕をお尻の後ろに置き、軽く支えながら左腕を大きく回していきます。肩甲骨周りから体の前を通り、大きく回していきましょう。呼吸は続けてください。続いてお尻の後ろに左手を置き、反対側も行っていきます。体の前を通り、肩甲骨から大きく回していきましょう。続いては四つ這いになっていきます。四つ這いになったら、膝の間を足一足分ぐらいもう少し広げ、そのままかかとの方にお尻を近づけていきます。両手は前に伸ばし、できるだけ遠くに置きながら、脇の下は床に近づけていきます。猫伸びのポーズです。ゆっくりと伸びを感じながら呼吸は続けていきましょう。一度四つ這いに戻ります。四つ這いに戻ったら、腕の間に胸を置き、そのまま足も下ろしていきます。手のひらでしっかりと床を押さえながら、背中そして後頭部で後ろに引っ張られるように、上半身をゆっくりと持ち上げていきます。背筋を使いながら、腕は支える程度に力を入れていきましょう。コブラのポーズです。呼吸は続けてください。
それではゆっくりと上半身を戻し四つ這いになっていきます。お尻の真下に膝、そして肩の下に手首が来るように四つ這いになっていきます。一度息を吸い、そのまま息を吐きながら背中の真ん中を糸で引っ張られるように持ち上げながら、目線はおへそを見ていきます。続いて息を吸いながら目線は斜め上、胸を張りながら骨盤を前傾させていきます。キャット&カウです。自分の呼吸に合わせて行っていきましょう。息を吐きながら背中を持ち上げ、息を吸いながら胸を張り骨盤を前に倒していきます。骨盤を前に倒すときは、背中のへこみのところに大きな石が乗っかっているようなイメージで行っていきましょう。それでは一度ニュートラル、まっすぐの状態に戻っていきます。そのままあぐらの姿勢に戻っていきましょう。呼吸に合わせて手を外側から大きく上に持ち上げ、頭の上で手のひらを合わせます。胸の前に手を持ってきて合掌、これで終了となります。今日が素敵な一日となりますように。それじゃあお疲れ様でした。